お客様、お客様、え、あ、私、まもなく離陸いたします。シートベルトをご着用ください。ああ、ええ、ありがとう。日本を離れるのが寂しいのかしら。そうかもしれないわね。研究所に帰ったらどうしようかしら。ま、研究所自体どうなるかわからないけど。アマデウスが亡くなっちゃったものね。でも、大丈夫。私が何か変わってしまったわけではないもの。私は私よ。今までと何も変わらない。自分の信じる道を進むだけよ。私たちがたどり着くべき世界は確かに存在します。私たちは必ずそこへたどり着けます。もし別の世界線の記憶が時空を超えて共有されることがあるのなら、それがアマデウスの中で発生したとしてもおかしくはない。
ま、別に構わないわ。いずれ本人に聞くから。信じるわ、クリス。ここだけの秘密ですけど、そのメロディー、私のマイパソコンのログインパスワードと同じなんです。タイムマシンか。絶対に作ってみせるわ。そして絶対に救ってみせる。私のアマデウスを。また来ることになるわね。いいえ、絶対にまた来る。その時には会えるのかしらね、鳳凰院教馬さんに。ま、もしもまだヘタレなままだったとしても、その時は私が引っ叩いて起動させてみせるわ。切るの忘れてた。ちょっとだけ。またね、萌香。